はい、後藤は今日は津山に来てるよ。津山のここは柳津にある英知学館さん、英知学館さんに行ってみよう。佐沼校の教室の他に津山町にも教室があります。そして今日は津山教室の教室長横井さん教えてもらいます。さあ来たよ。ここにこうやって教室があります。横井さんいたかな。あ、いた。横井さんこんにちは。やってきましたよ。オープニングを撮っております。はい、じゃあ今日は津山教室の横井さんに教えてもらいます。で、ね、中学高校とか、はい、部活は何ですか。中学は、はい、卓球、はい、高校は、はい、陸上。おお、はい、生まれてるチェンジ。そうだね、うん、陸上は、はい、走る系かフィールドか、はい、フィールド系ですね。フィールド系、はい、おお、これも変わったチョイスですね。走るの嫌だった、ね、走るの嫌ならフィールドに行きますね。まあ、そうですね。投げる、飛ぶ。投げました。投げました、はい、お、やり、ホームラン。メインは円盤投げ。ああ、俺の知り合いに誰もいない種目が出てきた。ぐるぐるって回りながらですよ。回りますね。回りますよね、はい、ほんで自分も回りながら円盤を回して、はい、ビューンってフリスビーみたいな、まあイメージは、イメージはぐるぐるって行くんですよね、はい、行きますよ、うん、だけどあのフリスビーみたいなペラペラの軽いものじゃないんですね。そうですね。あれ重たいですか。高校だと何個だっけ。 1.75 ぐらい。ああ、そこそこの重さをぶん回して、はい、ぶっ飛ばすみたいな。ぶっ飛ばして、ああ、はい、うん、当然中学校の時、はい、経験ないから、はい、それ選ぶのってすごいですね。まあそうですね、うんうん、なんつうんですかね、あのくるくる回ってなんかこう気持ちいいくなるこの瞬間が最高だみたいな。いやー、まあね、本当は卓球やりたかったですけど、うん、まあ個人的にいろいろあったんで、うんうん、で同じ中学校から行く友達とかが、はい、うん、陸上部入るよってなって、はい、お、じゃあ陸上部入るわっていう軽い気持ちでやってみたら、うんうん、案外ちょっとハマっちゃった。うん、うん、ですよね。なんかこうきっかけないと絶対にこう行かない世界、うんうん、友達っつうのはよくあるパターンですね。はい、はい、まあそこであとは種目何やんのってなって、友達は円盤じゃなかったんでしょ。友達は走ってました。走ってました、はい、走ってました一緒に走るわけにはいかなかったので、うん、フィールドチョイスという、はい、はい、分かってきました、うん、でね、あとは、はい、一番好きな科目、科目、うん、高校とか大学とか、はい、まず俺これ好きだとか得意だとか、あ、うん、まあ生徒とかには気持ち悪いとかって言われるんですけど、今だと言語文化、ほう、古典とか、はい、あの古文漢文とかの漢文は好きですね、はい、ほう、これって苦手な人多いジャンルですよね。まあ、うん、漢文はできるけど古文ができないっていう人は最近多いです、ね、あ、そうですか、うん、漢文は、こう帰り点とか言ってやるんですか。はい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 、なんかね、その時のテスト対策で、はい、なんかやったけど全て忘れてしまってるみたいなジャンルですよね、うん、まあそうですね、まあ、大学行って、うん、大学行ってさらに漢文やったんですか、うん、まあ国語系の大学行ったんで、うん、で、その時に、授業で、帰り点も送り仮名もないものがボーンって出てきて、はい、うわ、なんだこれってなりましたけど、それをバンバン訳すみたいな。うん、あ、訳しますよ。はぁ。あれって、要するに、中国とか、うん、日本に伝わってきた、日本語の元みたいなものですか、まあ、はい。で、ひらがなとかカタカナができる前にこういう漢字だけの古文書ってのがあったんですね。どうなんですかね、私もそこまでね、詳しくはないですけど、うん、でも元々は中国とかあっちの日本じゃないところなんで、はい、うん、まあイメージこう英語に近いのかな。あ、勉強しててこう、うん、まるで日本語っぽくはないですもんね。そうですね。でもまあ読んでみると面白い話とか結構あるんで、うん、
それはなんか中国の歴史とか古典みたいな何なんですか。いやでもなんか日本の話、もうもちろんなんていうんですか、あの、作り話とかが結構多いから。あ、物語。はい。はあ、じゃあそこになんか神様出てきたり、はいはいはい、うん、なんつうんだこういうの、小説とか、うん、うん、そういう読み物系になってるわけですね。まあ短い読み物系かなと思います、はい、ほらみんな古典とか漢文とか教えてもらいたい人は来てください。高校受験だとちょびっとありますか、はい、今までちょびっと、うん、宮城だとちょびっと国語の中で一問出ますかねみたいな感じですかね。なんか第三問あたりにくらいになんかちょびっといった気がしますね。うん、第三問。まあでもゼロにならないですよね。必ずちょびっとあるんですよね。まあそうですね。はいはい。どっちか出ます。はい。これはじゃあ一番好きなんだけど、生徒さんがさ、それ好きだっていう子あんまり来ないかもしれないから、うん、そればっかり教えるわけにいかないですよね。まあそうですね、うん、なんですけど、こう特に高校生かな、やっぱり中学校までだと学校の授業でそんな古文とか漢文とか、はい、まあ漢文はあれですけど、はい、古文の勉強ってそんなね高校みたいなものやんないんで、うん、高校生はもう助けてって言って。なるほど、そっかそっか。私中学生のイメージで言いましたけど、はい、高校の大学受験対策、まあ、大学受験とか定期考査、あ、そっかそっか、学校のテストをちょっと点数上げようよっていう子も通ってるんですね。はい、はい、その時は確かに今回古典の範囲広いんですよ、うん、めっちゃパニックなってる人いますよね。まあそうですね、この文法なんすかとか、うんうん、いるっていう人もいますけどね。あ、そうすると横井さんに聞けば OK なんだよ。まあほぼほぼね、うん、うんうん、そうすると、あ、まあこれ、まあ、好きなジャンルなんですっていうことで、はい、聞かれれば押し任せろって感じですけど、はい、うん、まああと一般的な科目、はい、5教科の中で考えると、はい、好きっていうのは古典だから、はい、得意、得意、得意ですよこれもみたいな、あえて言うなら、はい、ゴタク、ゴタク、あえて言うならそうですね、まあ英語、あ、英語ですか、英語、あ、じゃあ三浦先生も英語のキャリア積んできてらっしゃる、はい、うん、まあそうですね、確かに塾来て英語やんない生徒はいないですもんね。まあどっちかじゃないですか、数学か英語か、あとはまあどっちも、うん、じゃあ英語は、得意ジャンルですと、まあ、先生たちの持ち味ってみんなあるんでしょうけど、うんうん、まあいわゆる過去問解きましょうみたいな部分は全教科、ね、きちんとガイドしてくれると思うんですけど、はい、うん、得意なのは英語ですと、はい、ね、なおかつ古典が好きですよと。そうですね、ね、そういうあたりに共感してくれる中学生高校生、ね、見ててくださいということですね。はい、ほんでですね、まあここの、津山教室は、はい、いつから何年前からこうやってるんですか。私も正確なところは分かんないですけど、うん、何十年もありそうです。どうなんですかね、でも結構長いんじゃないですか。私が知る限り、はい、20年とか、はい、それ以上、はい、看板はあったと思いますよ。へー、でもまあ今教室ここですけど、隣にあった時代もあったっていうことなんで、隣っていうと建物が違うところ、違うところ、あっちが、教室で、で、そっちで授業したって時もあったらしいんで。はい、まあ、なんかね、その、佐野前にあって、で、津山にあるみたいな、はい、うん。なんで津山だったんだろうな、みたいなのは、うん。うん、まあ、謎というか、うん、うん。たまたまなんですか？私もわかりません。まあさっきも言った佐渡間に近い人は佐渡間、うん、でちょっと距離離れて石巻の境目みたいなところで、はい、白羽の矢が立ったんでしょうね、うんうん、私この建物の大家さんなのかな、遠藤さん、あ、はいはいはい、大家さん、で、遠藤さんが市議会議員さんをやられてたんですよ、はい、はいはい、うん、登米市ができて市になって、うん、その後議員さんがさ選挙あったんですけど、はい、遠藤恩さんは市議会議員さんだったんですよ。ああ、伺ってます。はい。はい、それで、未来の登米市を遠藤さんと熱く語ったことがあります、この駐車場で。へえ。うん。あれはもう10年前ぐらいだったかな。うん。もう議員さん辞めちゃったんですけど、はい。うん。まだお元気ですよね。
まあ、お元気。お元気ですよね。はい。はい。そうなんです。うん。あの、皆さん説明すると、あの、遠藤さんは保険の会社をやられてるのかな。で、H学館さんがあって、保険の事務所さんがあってっていう、の長い、細長くなってるんだよね。そうですね。うん。あの、これも津山町の、ちょっとこう、歴史を感じるところで、入り口のところが狭くいんだけど、うん、奥にビョーンって長い土地なんですよね。うん、で、なんだっけな、これ、だって江戸時代の、なんとかでござるとかっていう映画でやってましたけど、通りに面して、広さが税金のベースの計算になる。